真っ白な雪の上に寝そべり、愛らしい顔をこちらに向けています。丸山動物園の人気者、オスのホッキョクグマ、北斗です。23歳の北斗は9歳のメス、リラとの繁殖のため、おととし丸山にやってきました。メスのリラとの同居では交尾をする姿も確認されていましたが、出産には至らず、再び旭山動物園に戻ることになりました。最後の展示となった昨日、園には別れを惜しむかのように写真を撮る人の姿もありました。残念ながら妊娠にはならなかったんですけれども、いろいろ学ぶことができました。旭川の地で再び繁殖を目指すことになる北斗。旭山動物園の担当者は、最大限のサポート、人と人の方ですね、スタッフ側のサポート、準備をしていかなきゃなっていうふうには感じているところです。北斗は旭山動物園で2021年に40年ぶりとなる園内繁殖に成功していて、新たな命の誕生に期待できそうです。